い、こんにちは。日本改革党くつざわです。やすし様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。メール党員懇親会、期限節の会、会場の定員数が残りわずかとなりました。お申し込みはお早めにお願いいたします。ハンドルネームでの お申し込み、可能であります。本名言わなくてもいいんで、ただ緊急連絡先でお電話番号だけいただきますけれども、よろしくご応募ください。群馬の朝鮮人追悼碑撤去について杉田水脈議員、本当に良かったです国内にある慰安婦や朝鮮半島出身労働者、徴用工ですね、いわゆるに関する他の碑や像もこれに続いてほしいです、続けて撤去したいです、嘘のモニュメントは日本に必要ありません、私有地にあるものも撤去できればいいのですが、煽るなぁって、中日新聞発表しておりました、で本紙で書くとなんかまずいなって思ったんだが、中日スポーツにですね非難の声が集まっていると書かせておりました。非難してんのお前らの周囲だけじゃないのかなーって思うんですけれども、悔しいですっていうのが伝わってくる記事で、とってもいいですね。ストレスで、免疫落ちるといいんですけれども、中日新聞の連中のね、世論です。土星論。パヨ発狂。文句言ってんの外国人か、パヨだけじゃん。煽っていくスタイル、パヨイライラ。杉田議員、煽りますね。こういう正しいことをしっかり発信できる人を増やしていきたいと。嘘のモニュメント、断言しましたな。これに対してですね、嘘じゃないもんって証明できないパヨ勢。ね。文句言ってんの外国人とパヨだけじゃんって投稿ありましたけれども、私はね、パヨと外国人を区別する必要ないって思うんですよね。純粋な日本人であろうとも、パヨはですね、一部外国人と同じく、我々とは違う日本を使ってて、我々はそれを理解不能だし、あと有田芳生、名誉朝鮮人ってあだ名つけられてましたよね。まあ本質が、中身が一緒ってことで、区別しなくてもいいんじゃねえか、って思うんですよね。向こうも同様にですね、我々の日本を理解しないんだからさ、これは豊島区で共産党議員とやり合って感じたことなんですけど、向こうはね私の言葉全く理解できなくてポカーンってしてんですよ。自分らが私にどんなにバカにされてるか全然理解してなかったんですね。詳しくは私の懲罰委員会の動画ご覧ください。私有地の嘘モニュメントは公権力では撤去不可能ですね。個人の土地に隔離されてれば、まあ影響もそんなに大きくないから放置でいっか。まあ個人がね、自宅の庭に何建てようが知ったことではないってことですね。子供をクルド人に、殴られてすっかり、目が覚めた奥野川口市議会議員、私はもともと多文化共生は実現可能であると思っていて、彼らとの共生の道を探り取り組んでまいりました。しかし現実は不法外国人によるトラブルに地域住民が次々と被害を訴えてくるようになりました。そして自己主張が強く逆上する外国人に辟易している地域住民の声に直面し、結論に達しました。行政の考える多文化共生は不可能ですと。世論です。どこでも失敗してるしな、今頃言ってるわ、呆れ。欧州見て分かんなかったのや。多文化共生は不可能はヨーロッパが証明している。自民党が呼び込んでおいて何言ってんだ。まあこれは正確ではないですね。難民申請無限にできてずっといられるようにしちゃったのは民主党ですね。不法滞在者がなんであんなに偉そうなのか。パヨの空論にうんざり、異教徒は全て滅ぼせって教えだし、強制は不可能と。地方の自民党議員ってこんな情弱でも務まるんだなーって。まあ豊島区の自民党議員でも分かってる人はですね、9人中4人ぐらいしかいなかったですよ。60歳以上の議員は全滅でした。テレビの情報が全てっていう人ばっかでね。メルケルドイツ首相、ブレアイギリス首相、オランドフランス大統領、多文化共生に失敗した。
って明言してたのも知らないんでしょうかね。それとも何かって、それは知ってたけど、自分らならうまくやれるって思ってたのかな。行政が言う、多文化共生って一体何なんだ。行政はどこで決めたんだ。パヨは、自分らが言う綺麗事を、お前らが実現しろって丸投げだからね、無責任に。共産主義国はどこも失敗してんのに、我々ならうまくやれるって、言ってですね、具体的にはどうやるのって聞いてもですね、決して説明しないのがパヨですよね。中国、まあ、共産党、共産主義国じゃねえから、どこよりも金に汚ねえ、資本主義、拝金主義国でしょ、あそこ。人治国家だし、法治でも何でもね。あとシンガポールも一党独裁なんですけど、共産主義は掲げてなかったと思ったな。あとはガンガン貿易してる、資本主義だしね。ベトナムも一党独裁なんですけど、一応共産党名乗ってるんですけど、あそこもね、ガンガン人輸出したりなんかして、全然共産主義じゃないですよね。共産主義どこも失敗してるんですよ。大体ですね、本家で元祖のソ連ですら倒れたんだから、共産主義は人類には不可能なんだって、気がつけよなぁ、このパヨどもは。バカなのかって思う。自分は大丈夫。うちの子に限って、自分は大丈夫。それ正常化バイアスって言うらしいんですよ。心理学の言葉で。認知の歪みっていうんですかね。イスラム教は基礎が軍旗。でですね、生きようとは全て滅ぼせって教えなんだから、どこでも誰とでも共生なんか無理なんですよ。神道の頂点である皇室さえも、敵視してんだから、あいつら。特に日本では完全に無理ですね。そんな皇室を敵視するようなってことを仲良くできっかって話。異教徒は滅ぼせ、改宗は死刑。これだけでですね、仲良くなんかできないわなってわかるだろって言いたいんですよね。改宗は死刑。なんだそれって話なの。それにですね、シーア派だの、スンニ派だの、イスラム教同士で争ってんだから、他との共生なんか、全く無理。全然無理。難民申請は2回までって法改正されたんでですね、申請を繰り返すことで20年も30年も不法滞在してた連中にもですね、いよいよ年貢の納め時が来るんですよ。強制送還が決まったクルド人がですね、逆上して、奥の議員も言ってたけど、自己主張が強くて逆上する。トイレ破壊したり、自販機を破壊したり、車や家に放火したり、商店を襲撃したり、日本人に暴力振るったり、日本人を誘拐するなどする恐れが出てきてんですよ、今、川口や蕨では。特に危険でなのが神社仏閣。ここを燃やしたり、破壊できたらですね、生きようとは全て滅ぼせっていうアッラーに褒められるもんね。連中が考える天国に一歩近づくというものであります。だから川口、蕨の、神社仏閣さん、あと一般市民の皆さん、こうしたですね、逆上犯罪に十分警戒してください。十分警戒。救いなのはですね、顔見りゃ、あ、クルド人ってわかるとこだな。中国人とか韓国人とかだとわかりにくいもんね。特に神社仏閣は防犯カメラ、今から設置しときましょう。しこたま。人によってですね、強制送還時期は違うんで、落ち着くまでにこの逆上犯罪、長期間継続すると思われるんで、皆様ご警戒ください。あとはあれですよ、川口と蕨以外のとこでも油断ならないですよ。特に渋谷、トルコ大使館周辺にクルド人来て逆上して暴れるかもしれない。ご注意ください。2024年公立高校入試で、外国人特別枠を設けるところが2割ある。公立なのに2割あると判明しました。世論です。は、意味わかんない。定員枠ってなんだよ。外国人専用枠があるんよ。一般選抜300枠、外国人12位とか。一体何のための枠なの？なんで外国人のために日本人の子供が定員減らされる必要ある？外国人ばっか優遇するのやめろ。なんで外国人を税金で面倒見なくちゃダメなんだ。偏差値70のとこに外国人枠で偏差値30のやつ入れてどうすんの。進学校の大半は枠設けてないぞ。そのうち日本人が2割の方になる。男女で分けるのは問題なのに国籍で分けるのは問題ないの？この外国人枠っていうのは実態がよく見えてこないですけど、報道された記事になったっていうことはろくでもない、多分日本人が損することである。
と考えんですけどね。記事からだとですね、田舎は少なくて都市部が多いみたいであります。進学校は設けてないそうなんで、不人気校、人気ない校が生徒集めのためにやってるものなのかなって想像しますけれども、人気校はね、そんなことしなくても生徒集まるしね。豊島区役所にもですね、通訳が常駐してました。この他にもですね、外国語表記やので余計な金かかってました。余計な税金が消えておりました。私はですね、存在するだけで余計な金かかんだから、滞在税取るべきだよな、外国人からは、って思っております、今も。もちろんですね、不法滞在者からも取るべきだよな。日本に難民申請で入れる期間取るべきだと思っております。年間1000円とか気にならない金額から始めてですね、どん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 際限なく値上げ、すべき、値上げすんの。バイトや派遣には払えない、ぐらいで、でも外資系の企業で出向してる正社員は気にならないぐらいレベルの金額まで、滞在税取るべきだよな、って思っております。まあ具体的にはどんなかな、バイトにはきついよな、月に3万円ぐらいかな。で、まあ外資系で出向できてるなんていう人らは、高給取りだから気にならないでしょうね。まあ、月額3万円つってもね、そのぐらいまで上げるべきなんでね。そしたら出稼ぎも減ってですね、日本人の賃金上がるでしょ。いい人ぶりたい病と情弱無能の自民党じゃ無理ですけどね。未来英語無理ですけどね。外国人からいくら鬼畜と呼ばれて罵られても構わねえって人間じゃないと無理だな、これな。岸田総理、文脈に応じて意味内容が異なってくる、一概に裏金の定義をお答えすることは困難、と国会答弁。世論です。論点ずらし、何言ってんだこいつ。メガネの日本語はわからない、メガネは日本語がわからない、帳簿から消えたら裏金だろ、記載してないのは全部裏金、今回の件では定義は一つしかねえだろ、脱税の定義も困難と言い出すぞ、問題解決しようという意思がゼロ。裏金って行方不明の金って思ってましたけれども、違います、私、教えて詳しい人、売上や支出を申告しないのも裏金だしね、まあ、結局は帳簿から消えてる金、裏金。この前ですね、派閥から来た金を、議員の入りとして書いてなかった裏金でしょ。一つしかねえじゃん、んな定義。この場合は、総理何言ってんでしょうね。こんなのが、我が国のトップとは恐ろしいですね。世も末だな。そのうち、買収の定義とは、賄賂の定義とは、とか言い出しそう。横領の定義とは。その他のニュース、恵方巻き大量に売れ残ってるのが全国で目撃されておりました。半額シールが貼ってあっても売れないんだって。テレビが一生懸命宣伝しても聞かない時代になったってことですよね、これね。ようやく着工した辺野古基地地盤改良工事の妨害にパヨ850人が集合、主催者発表。だから85人ぐらいですかね。政府に屈しないなど規制を上げる。動員の日当大変っすね。大変っすね、日当。県民大行動って書いてあったけど、多分県民でも国民でもないやついっぱい混じってるよな。米国の平均時給が5110円になってしまいました。なんかおかしいっすね。ドルの価値下がってない、これ。今、146円1ドルで、円安気味ですけど、ってことは円の価値も薄まってんのかな。なんかおかしいっすね。ドルの価値が低くなってないか。それとも一部が引き上げてるだけで、平均を引き上げてるだけで、中央値はさほどでないのかな。これアメリカ、ドルが薄まってるって考えたら、アメリカの国力が落ちてんですよね。バイデンが大統領ってもう3年経過しましたけれども、徐々にアメリカの国力落ちてない？コロナやら何やらあったし、ロシアには好き放題やられてるし、中国ものさばってきてるし、なんかアメリカが弱体化してて、ドルが薄まって弱まってきてるような気がして、とってもならないんですけど、なんかサラダランチ、サラダとパン2枚ぐらいついたサラダランチとか外食すると8000円ぐらい取られるらしいんですよね。なんかあれだね。そして考えると10倍なのかな、時給510円でサラダランチが800円みたいに考えたピンとくるんでしょうかね。
よくわかんない。なんかあのアメリカの経済が最近バグってる感じがあとってもします。というわけで紀元節の回、あるいは紀元節の都度日、残り定員わずかとなりました。ご応募お早めによろしくお願いします。デトックスジャパン。